ドン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 。KSB ゲームスすぎる RPG、 国民が次々に誰も読めん速度で始まってるフラッシュ暗算フラッシュ暗算のスピード、俺じゃねえす、飛ばしてんのこれ。ネタバレが激しくて RPG で読めねえす。配信者向けではねえか一旦。あ、開始後に仲間一人脱落します。一番大事、一番ネタバレしたらあかんやろそれ。早っ。国王の城、仲間とかおらんけど、まず。よく来たな、勇者ハロルド賢者ノッチよ。勇者ハロルド賢者ノッチ、はい、俺勇者ハロルド賢者ノッチです。そなたを呼んだのは他でもない、うっ、黒マークやろな。実は最近この国で奇妙なことが起こっている。ないよ。奇妙なことですか。最近我が国民の失踪が相次いでいる、うん、そしてなぜかそれと比例するようにスライムが大量発生して、スライムになってんちゃうかな。じゃあそのさらわれてスライムにされてんちゃう。それは確かに奇妙ですね。わしはこの失踪事件には何か裏があると思っておる。ほう。というと、おそらくこの事件を裏で操っている誰やろな。睨んでおるのだ。黒幕ですか。誰やろう。もちろんこの失踪事件の黒幕がこの国王黒マークであるということはないから、そこは安心していい。まあだろうな。すべての国民の幸せを願っている心優しき国王黒マークがこの事件の黒幕であるはずがありません。フラグに聞こえるからやめてそれ、うん、この国王黒マークが何回言うということはありえん。何回言うこれ。もしお前がそんなことを少しでもまた来るってこれ。お前を育てた両親に説教を、両親、ほう、両親の話詳しく知りたいな。両親ですか。なんだその反応は。おっとすまない。お前の両親何もいないみたいな。ああ、つい先日病気で死にました。つい先日死んだばっかの勇者呼び出してなんかクエスト受注みたいなのはちょっと人としてどうなん。ちょっと休みは必要じゃないか。そうだったな。葬儀も終えてすぐよ。父は僕が幼い頃に姿を消しました。顔だってもう覚えていません。辛いことだ。あ、国王黒マークってそういうことじゃ、あ、そういうことか。黒マークをちょっと俺ずっと待って、俺ずんず黒マークか、今気づいたわ俺あ、黒マークやん。実は今回の失踪事件の黒幕、はい、それは奴ではないかと。あなたのことじゃないんですかそれ。黒マークという名前ですけど。奴、俺適性高いかも。ネタバレをネタバレだと気づけない。そう、魔王、勇者のチーチ。勇者のチーチじゃあこっちだわ。勇者のチーチが出ちゃった。勇者の父なんだ。お前にはこの事件の真相を究明し魔王勇者のチーチを倒してほしいのだ。反逆分子の魔王ごとき、この勇者ハロルド賢者の父親父のことやで。親父めっちゃ、親父の悪口めっちゃ言っちゃってるでそれ。全く頼もしい限りだ。だが念のため旅の仲間を呼んである。5分で死ぬやん。5分で死ぬって。来るのだ旅の仲間たちよ。5分で死ぬでそれ。だ、ダビドイツが5分で死ぬのこれ。頼もしい者たちを集め、名前教えて、名前教えて。順番に自己紹介、名前次第よ。私は魔導士マーシャ。裏切るんやなお前女、こういう優しめの女キャラは裏切るって相場で決まっとる。絶対に裏切らないから安心して。もうフラグがビンビン。私は剣士テレーゼ的外れ、的外れ。私は知能明晰な大天才。的確な状況分析は全て任せろ。全然その頼りがないな、もう名前からして。僕は僧侶、すぐ死ぬよ女お前お前やった。5分で死ぬのお前やった。100歳まで長生きしたいな、ごめんけど秒です。こっから秒です。うん、お前99歳であと5分で誕生日迎えれん限り、あの100歳まで長生きできないっぽい。まあでも人を名前で判断するって、あの愚か者ですから。人を見た目や名前、その外見とかで判断するのって本当に良くない。うん、俺そういうのはあの批判的なんです。そういうのには俺名前で判断しません、人のことは。まずそもそもの話、勇者のチーチじゃねえしな、勇者のチーチだしな。この事件の真相を違う可能性ある。行きましょう。くれぐれも気をつけて。やっと喋ったと思ったら一言目それマジか。私は決して不倫なんかしない女だけれど、今すぐ別れたがいいかも。でも決してそんな誘惑に乗ってはダメよ。今すぐ別れたがいいかもね。国王自分言っちゃってるわ。もちろんです。それでは行ってらっしゃい。ちゅ、俺が浮気相手だったんや、不倫様。行ってらっしゃい。
あなたとでも言わんばかりの。念を押すようだが、この黒マークはこの時点の黒幕やんけ。お前じゃ黒幕やんけ。お前黒幕やんけ。俺の父親とお前めっちゃ近いべ関係。お前二人手組んどるやん。みんな、これからは危険な旅になるかもしれない。なるやろな、まあ。どんなに強そうな敵が現れても、たとえ仲間がやられてしまっても。やられるわけないやろ、俺らやで。もちろんです。お前が一番の返事だから死ぬやろな、お前。たとえ魔王の手下どもがやってきても、このルキウス・スグシミヨンがあっという間に蹴散らしましょう。うわ、死にたがりやな。よし、それじゃあ行くぞ。もう5分ぐらい経つけどね。あれ、まずい。まずい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 。まずいまずい。いや、まずいまずい。スグシミヨン、お前、一回帰った方がいいかも。こいつは誰？またずれなこと言うだろうから、お前喋んなくていいわ。そんな前出るな、お前。こんな奴は、このルキウス・スグシミヨンが瞬殺してやる。前、下がれ！ああ、秒で倒してやる。秒で倒してやるとか、今風な喋り方やめて。僕が負けることはありえない。ありえるから言ってんの。なんせ僕は、100歳まで長生きするんですから。何言って、あ、ルキウス！ルキウス？分かってたやろ、その反応やめろ。ルキウスすぐ死ぬよ。そんな中ではないだろ、まだ会って5分やぞ。クソ雑魚。言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎ、死んでます。もうもう死んでるっす。私は暗黒してんの人、暗黒クソ雑魚。あんまそのルキウス倒した後に自己紹介で雑魚とか言わん方がいいかも。雑魚こいつで雑魚ならじゃルキウスなんなんてなっちゃう、ぶっちゃけ。あなたたちにはここでくたばってもらう。そういうわけにいかんよ。嘘だ。嘘だよね。ルキウスすぐ死ぬよんが一瞬だ。一瞬に決まってるでしょ。スライムより雑魚だぞあいつは。無理だ、こんなやつ勝てるはずがない。なんか男気感じないタイプの主人公か。みんな安心しろ。またずれ。今から頭脳明晰な私が勝てる確率を導き出してやる。お願いだから低い確率で頼む。お前また外れたから。お願い、できるだけ早く。頼む頼む。5歳、タフデント。タフデント。いい気 分、 いい気分。帰ってくれんか。ダメだ。ダメなんだ。私たちが勝てる確率。あ、じゃあいい、じゃあいい。的外れが 1% もないって言ったかってことは逆に勝てるってことだから。死にたくない。ごめんけど今すぐその変わってくれ誰かに。じゃあ舞台袖行ってくれ。向いてない勇者は。体が動かない。それ言ったけど、ワンクールのアニメだったら10話ぐらいでなるやつ、主人公がそのなんかもう無理だみたいな10話ぐらいでなるやつやけどね。その1話でならん。それせいぜい私を楽しませることです。お、来ました。私の救急魔法であなたたちを葬ってあげましょう。暗黒魔族クソ雑魚は救急魔法ゴダ、ゴダメイジ MPK、 ゴダメ5段だ。じゃあとんでもない魔法、 HP はみんな5以上あるな多分。大丈夫だ、戦おう。お前はね、多分お前結構脳筋っぽいから攻撃、普通の攻撃でいけそうで、裏切りは魔法だな。あ、わかんねえ。でもいけるいけるいけんじゃね。5ダメージだろ、だって5ダメだべ。5なんだよ、ちゃんと。弱い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 、あえ弱。バカな、この私が負けるとは。今までよく生きてたな。え、ごめんけど、ルキウスは HP5 すらなかったん。あ、なんか、まあ仲間失ってますから。ハロルドの様子は。死にたくない、死にたくない。うっざ、俺こういう主人公めっちゃ嫌いや。賢者の血の伝説を知ってる？知らないっす。剣振ってましたんで、ずっとスライム相手に。賢者の血？なんやそん。そう、この国のモテようとしてないかなんか。賢者の血が流れるものがいるの。賢者の血？この賢者の力は大切な人を守るときに覚醒し、いないっす。愛によって増大する。ハロルド、ハロルドおらん。だからなんだよ。やだ。怒んのそこ。この話が僕に何の関係があるんだよ。いや、きつい。こういうのきつい。私ね、ハロルドには賢者の血が流れてると思っているの。賢者の血、まだ賢者の血だしね。それはつまり、ハロルド賢者の血に賢者の血が流れてると思ってるってことか。名前2回言ってるみたいになってる。僕に賢者の血が流れてる、だって近いな声。このハロルド賢者の血に賢者の血が、なんか2回言うな。それさっき私が言ったぞ。テレーゼは黙って。仲いいな、漫才みたいな、トリオみたいになってない。なになに、怖い怖い。それはこの顔にもなるわ。見てこの顔。俺もこの顔です今。
ハロルド。私は本当にそうじゃないかって信じてる。いいやつ。何を根拠に。根拠なんてわからない。名前だよ、お前の。言ったれ、もう名前だろ、もう。このハロルド・ケンゼの血にケンゼの血が流れてるだって。何回言う。そんなことはありえない。ずっと同じやりとりしてる。こんな情けないただの凡人にケンゼの血が流れているわけないなんて僕が一番よくわかっているんだ。それにごめんけどね、ジャンポケ斎藤に聞こえてきた。僕が一番わかってるんだよ。ケンゼの血は大切な人を守るときに覚醒するんだろう。もし僕に賢者の血が流れているなら、さっきルキウス・スグシヌヨンがやられそうになった時に力が覚醒したはずじゃないか。ルキウス・スグシヌヨンはあなたにとって大切な人じゃない。言うな言うな。確かに。確かにじゃないっ て, おいて。もしハロルドが危なくなっても私たちが全力でサポートする。私たちは絶対に裏切らないから安心して。どうだよね、裏切らないよね。マーシャは裏切らないよ。このマーシャを裏切るだけは絶対にハロルドを裏切らない。そうだよね、マーシャが裏切るわけねえやん。来た、幹部来ました。おお、戻ってきたか。若々しいな。それで状況はどうだ。暗黒四天王、クソ雑魚がやられました。クソ雑魚は四天王の中でも最弱だろうな。所詮俺の力作り出された。あ、そういう感じね。おるおる。その戦闘で勇者ハロルド賢者の血は引きこもってしまいましたが、私の言葉に励まされ、私の言葉、嘘だろ。ハロルド賢者ノッチはすっかり私を信用しています。私が裏切り者とは夢にも思わないでしょう。さすがだな。それでは引き続き頼んだ。わかりました。え、どうなさいました。いや何、生き別れた息子のことを思い出していただけだ。ほう、随分と昔の話。息子がいるんだ。もしも今息子と再会してもわからないだ。もしまだあいつが生きていれば立派な青年になっているだろうな。まあハロルド賢者の血が俺の息子ということはない。なんでそれで、なんだ、そうなんだけど、よくそこでそのセリフが出てくるな。え、私の言葉に励まされて、え、どっちだ。え、裏切り者がいるってことこれ、もしかして。無理やな。まあこのイージーでしょう。魔法使ってみようかな。魔法ファイアブレイク。うわー、これ範囲攻撃じゃないの。じゃあちょっとコスパ悪いっすね。すごい攻撃だな。 A B C、 もうこれでいいでしょ。え、違うわ、普通に。やばい、俺の計算が外れた。え、的外れ入れたで。俺が的外れだったかもしれん。これでいこう。マジかよ、いて普通に。ナイスナイス。え、仲間やん絶対。逃がさないぜ。逃げれそう。全然お前といると元気だわ。友人なし。友人なし。ぼっち。え、ぼっち。友達が100人いるぜ。いないよ。嘘。小学生やん言ってること。友達100人は格が違い。どこで勝負してんねんお前。母さんの敵。俺らがお前の何、ママの敵なん。当たり屋だろ普通にやってること。普通になんか結構ぶん殴ってた方がいい。ぶん殴りでしょ結局。え、結構強い、結構強いぞ。いい勝負してるわ。痛い。無念だ。くそ。はい、もうありがとうございました。煮るなり焼くなり好きにしろ。いや、もう大丈夫、先行くんで。ちょっと待ってくれ。え、仲間にする。一人減ったもんな俺ら。僕は君の命を取ろうなんて思ってない。え、なんかその昨日までベッドで泣いてたってこと考えたらなんか結構ダサいで、そのセリフ。なんだと。いきなり人変わってるやん。敵に情けをかけるつもりか。そうじゃなくて、そもそもなんで私たちを襲ってきたの。え、そうだよな、お母さんの敵とか言って。なぜだって。しらじらしい。え、お前らが俺の母さんを襲ったんだ。襲ってないよ。母さんを襲った。なるほど、読めてきたぞ。はい、いや、いけんのこれ。私たちが母さんを襲ったと思っているようだ。もう突っ込むのやめるわお前には。母さんだけじゃない、村の人々を毎晩一人ずつ襲っている。なんか、きっと君は何か勘違いをしているんだ。勘違い。私たちはそんなことしてない。そうだよ。俺はなんてこと。すいませんでした。友達いそうだけどな、その感じなら。
コウモリいるな。一回戦っとくか。モンス僕は暗黒四天王の一人、暗黒魔族。四天王二人目すか。もう30分しか経ってないんですけど。僕はいやもうダメだ、ダメだ、人見知りすぎる、強すぎるん。まずい、普通に強すぎるんは、うん、HP25? まあでも勝てそう、勝てそう。はあ、ワンパンマ1、2、 OK で逃げれないんだよね。え、ゼロやばい。オッケーです、無理っす。レート違いすぎ、レート違いすぎ。待って、復活の薬10個手に入れた。待って、まず、え、こんな時に復活の薬10個あったんだけど、え、えぐ。復活の薬があるに決まってるんだよ。これイージーっす、これで。もう勝ったっす、これ。いや、もう勝ったっすよ。コース。なるほど、簡単じゃない。はい、二連撃。いや、強い、これが。はい、ナイスー。多少は苦戦したが、雑魚だったな。じゃ、二回死んでる。僕はかなり強く感じたけど、もう死んでるさ。ちょっと僕の体調が悪いだけかもな。死んだから体調悪いだけです。村に向かいましょう。またかよ、お前。二日に一回そのモードなるやん。どんだけ可愛い女の子でも二日に一回はだるいで、そのモード。ごめん、僕はもう、これ以上やっていける自信が…え、だる大丈夫、ハロルドだって前向きになれる。確かにこれ裏切られたら結構萎えるな、主人公。だってハロルドには賢者の血が流れてるんだから。そうやな。このハロルド賢者の血に賢者の血が流れてるわけないよ。あー、もうえぐい。もう…もう…信じるって約束したでしょ。どんだけいい女。マーサは知らないだろう、不安で眠れない夜があること、世界から消えてしまいたくなること、期待という大きな荷物を背負わされて、てかごめん、その荷物に押しつぶされて、ベッドはどうしたこれ。それでもその荷物を下ろせないこと、誰かに愛される自信がないこと。何言ってんの。誰かを愛する自信もないこと。え、これ、よるしか。なんだこれ。誰かに愛されたいと願ってしまうこと。え、歌詞ですかこれ。眠れない夜も、眠れない夜も、世界から消えたくなる思いも、世界から消えたくなる思いも、期待という荷物を下ろせないことも、下ろせないことも、愛される自信がないことも、愛される自信がないことも、愛する自信がないことも、それでも愛されたいという感情も、私は知らないと思い込んでること、私が知らないと思い込んでること、あんたがビクビクしてるから頑張ってるだけだっつうの。かわいい。え、ちょっと泣いてる。なんで泣いてんの。いやでも意外と私はこっちなんだけど、私にだけ弱いとこ見せてくれるみたいなとこがいいんかもな。もう私まで泣いちゃうじゃん。ハロルドの前で泣きたくないんだけど。なんでハロルドの前で泣きたくない。そんな人前でって言うんだったら小兵があざといな。まあ一番泣きたいのは俺なんやけどな。なんで僕の前で泣きたくないんだよ。え、待って、求めてないハロルド。だっての前で泣いて。あ、ハロルドさん、ハロルドさんどんまいです。なんかちゃんとした理由がありました。ハロルドさんどんまいです。なんかもう好きだからとかじゃなかった。どんまいです、ハロルドさん。お疲れ様です。ごめん、謝っちゃったよ。じゃなくて、お、5秒だけ胸貸して。5秒だけ胸貸して、5 minutes。 え、もう一つやん、それは。もうなんか一つやんはちょっと違うか。なんか重なってたから、なんでそのなんて言うんだよ。とっとと寝て、明日出発するんだから。何その顔。もうしょうがないな、眠れるまで手握っといてあげ。え、え、え、待ってください。あ、ぼっち来た。確か友達が100人いるとか。仲間になってくれるのか。私たちと戦いに来たの。違うんです、敵の話など聞くに値しない。頭脳派の私と本当に本当にありがとうございました。え、聞きました、俺の母さんの仇を取ってくれたって。不意打ちでね。お礼を言っていいやら。これから魔王を倒しに行くんですよ、ね、はい、手伝ってくれるんですよね。だから俺も連れてってください。そうやな、よし行こう。まあ、ちょっと怖いけどな、不確定要素を連れていくのは。最終決戦前にバトルに参加しないため、じゃあマジでなんで来る。
え、その場合マジなんで来る。ふう、全くダメだね俺は。合わせる顔もねえや。は？まあ今日から第二の人生だと思って。あれ？あのすいませんが、ここに住んでた人知りませんか？え？ああそうですか。なんだよこれ。どうして？うお、なんだお前。あ、青、青う。俺は魔王勇者の父。フフフ。お前を見ると俺の息子のことを思い出す。息子だからやで。俺の子供も今頃はちょうどお前くらいの年だろう。実は僕も小さい頃に父親が気合いすぎ、気合いすぎ。それは全くの偶然だな。まあお前が俺の子供であるわけはないが。この事件の黒幕はあなた。違うっす、黒マーク別にいます。これ魔王勇者の地位ではないかということです。もう笑っちゃってるも絶対違うもんね。いいだろう、いいだろう。お前たちに全ての真実を伝えてやる。一体この世界で何が起こっているのか。ぐっとごめんげ、嵐に仕上がれすぎる。絶望した者がスライムの気に触れた時、そいつもまたスライムに姿を変えてしまう。俺じゃあスライムめっちゃ倒しちゃいましたけど。つまり国民が失踪し、まずくねえすか。スライムが大量発生している理由は、人生に絶望した人間たちがスライムに姿を変えているということなのだ。そんな、それじゃやっぱそうなんや。僕たちが今まで倒してきたスライムは、まあ最小限ではある。うん、多分他の RPG をなんかしっかりやる人と比べて俺最小限できたよ。2体とかだと思う。絶望した者たちの慣れの果てだ。そう、この事件の黒幕は、はい、国王黒マーク。黒マーク、ここで黒マーク来た。やっぱ僕にはやっぱりあなたの話は信じられません。ハロルド賢者の血よ。俺はティアラな真似はしたくないんだ。頼む、ハロルド賢者の血。呼ばれすぎ名前、一生分息子の名前呼ぶやん。そうか、やむを得ん。力で服従させるしかないようだ。ハロルド賢者の、お前にもう一つ真実を伝えなければ。やばい、やばい、その真実やばい。気づいていないようだが。なんだ。やばい、その真実は一番聞くぞ。なんだこの胸騒ぎ。やばい、向こうに歩いてくんじゃない。お前のすぐそばに裏切り者がいる。やばい、まず、ね、お前たちをうまくサポートしここまで導いてくれた。やばい、ご苦労だったな。テレーゼ的外れ。そっち、そんなの俺らの期待を裏切るってこと。分かってくれマーシャ裏切る。私たちと共に世界を救おうじゃないか。いいだろう。嘘だろ。暗黒四天王のトップに君臨するこの暗黒剣士テレーゼ的外れ。暗黒剣士、力づくで分からせてやろう。期待裏切られますな。その目に焼き付けるんだな。なるほどね、仲間になったな、友人なしも。でもやること変わんないっすけどね俺。どうだ？はっ！え？新しいスキル。あ、UFO GO！あ、UFO 来た。な、なに、どこだ。攻撃し忘れた。熱熱熱、その間にヒール、ウルトラヒール、オッケー、一幕殺。よし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 、イージー。これでもうずっと来ないの、これでしょ。コース、精神統一したせいで逆に UFO めっちゃ気になってるやん。終わっちゃうって、ガチで終わっちゃうって。倒したくないよ、倒したくないよ。え、倒すの俺ら。え、やばい、またずれが。え、無牛。よかった生きてた。無牛だとよ。俺の魔力を解き放ち、お前たちを屈服させるしかないようだ。まあこっからが本番よな。なんか乗ってる。さあ俺たちも世界を救おうじゃないか。
超魔導ギリ死なぬ、ギリ死なぬを放とうとしてる。でギリ死なぬくんだよこれ。1了解。ナーイス、勝ちましたな。クソ生意気なガキどもか。いやいや、やだな負け際。強くなったなとかじゃないんや。負けてクソ生意気なガキどもかってやだな。あ、行かれた。あかん。俺もここまでか。してやられたな。まさか。ブレスレット見えましたか。その黄色いペンダント、お前だったとは。やばい、これ呪いの言葉や。強くなったじゃないか。まあこれ呪いの言葉や、主人公に対する。実の息子に敗れるのであれば、この勇者の地位置に悔いはない。うわ、これ呪いの、うわ、一生背負って感じがね、これ。これは、どうしたの。魔王勇者の地位置の首の裏に怪しげな黒いマーク。ペンダントに気づけ。黒いマーク。首の裏に怪しげな黒いマークがあるものは心を誰かに操られていると。確かに。それじゃ魔王勇者の地位置を操っていた誰よ。何者か。まあ黒マークか。勇者の地位置を操り世界に呪いをかけさせた。この事件の本当の黒幕は別にいる。で言ってたけどね、黒マークで。あのハロルドさん、俺嘘ついてました。友達100人いないんだべ。実は俺友達100人いないんです。知ってたよ。そっか。反応気まず。本当は一人も友達いません。言うな、そんな気まずいて。ええやろ。友人なしです。友人なし。友人なしよ。自己紹介でしょ。実は名前も偽ってました。え、名前も。はい、俺の本当の名前はユウシャって言います。ユウシャ。はそのペンダント。え、あ、この黄色いペンダントですか。は、幼い頃いなくなってしまったお父さんの肩。あ、あんただったんだ。もしかしたらお父さんも同じものを持っているかもしれない。あ、お前だったの。今どこで何をしてる。死んだっすね、さっき。その黄色いペンダント、魔王勇者の地位置も身につけてなかった。言うな。確かに俺も見た気がする。言うなって。ごまかせよ。まさか。もしかして。あ、なるやん、そう。お前、アフターケアは誰がするこれ。魔王勇者の地位置は勇者の父。嘘だ。なるやん。おじいちゃんも死んじゃったんだよ。俺はなんてことを。あ、もう行く。やばい、絶望しちゃった。スライム。俺は。やばい。あ、終わった。ちょっと、勇者。え、グロ。そんな。勇者がスライムに。やろう、やろう。もうやろう、もうやろう。もうやるしかない、やるしかない。やろう、やろう、やろう。もうやろう、やろう。やろう、やろう、やろう。やるしかない、やるしかない、やるしかない、やるしかない。やったら、やったら。もうこんなやるしかないです。もう普通に。ゴー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 。やろう、やろう。もうホーリー、なんだ、ホーリーでホームロー。もう普通に。あ、もうホーリーで行こう。もう。痛さ感じさせないように、痛さ感じさせないように、もうホーリーで行こう、ここは。あ、もう全部、必殺剣で行こう。もうこうなったら。うん。ホーリーと必殺剣でもう迎えると、もう、もう何の痛みもないから、これで。気づいたら天国す。よし。どうしてこんなことに。おじいちゃんと同じとこ行けたな、これで天国や。お父さん、父とも同じとこや、これで。世界に呪いをかけたのは。クロマークス。おお、よくぞ戻った、勇者ハロルド賢者の地よ。戻りました。あと二人仲間がいたはずだが、どうしたのだ。ソウル・ルキュス・スグシヌヨウは、この城を出て八歩くらいのところで敵にやられてしまいました。期間二十何年生きてきて俺、八歩て初めて行ったかも。なんと、100歳まで生きると言っていたのに。そして剣士テレーゼ・マトハズレーは、実は魔王側のスパイでして。スパイだと？やむなく僕たちが倒しました。なんと、にわかには信じがたい話だ。そう、信じられない話なのです。来た？戻った、待ってたぞお前。何せ私は生きているのですから。テレーゼ。急所は外したからな。残っていた意識で魔王勇者の地位置とハロルド賢者の地たちの話は聞いていた。そして頭脳明晰なテレーゼマトハズレイはひらめいた。お前許す俺は。つまりこの事件のお前おもろい。魔王勇者の地位置ではないとな。そう、この事件の黒幕は国王黒幕。お前だ。あなたではないですか。最初に念を押したではないか。この事件の黒幕はこの国王黒幕ではないと。なるほど、そういうことか。みんな、本当の真実が明らかになった。え？つまり、
この事件の黒幕は国王クロマークではない。やっぱいらん、やっぱいらん、やっぱいらん、寝ててくれ頼む。こんがらがるわ。でも言えます。確かにその通りだ。 UFO 探してこい。お前は全くもって愚かな。ここ黒マークは毎ターン HP を少し回復する。超魔導助からぬ。は？助からぬ。勝たこいつ。助からぬはどんなもんですか。ああ終わっちゃった。あ、いや、負けイベ？負けイベだった？全く、舐めてもらっては困る。舐めすぎてたわ、じゃあ。お前の実力これなら。お前たちでは全く相手にならんのだ。ここで一気にとどめを刺すのも悪くないが。セカンドシーズンですか？一人ずついたぶっていった方がお前たちも面白いだろ。趣味悪。マシャ、マシャ。あ、か。マシャ！てめえ！お前やっちまったな。あ！どうした？やばい。少しは抵抗してみてはどうだ。胸クソ天が来た。ああ！クソじゃないって。俺に力があれば言うて。賢者の血が流れてさえ。流れてる！マーシャを助けることができるのに。マーシャ！うん。そろそろとどめを。マーシャが。さらばだ。マーシャ裏にいる。マーシャ。マーシャ。マザーマザー！不思議だ不思議だ。なぜだか力が湧いてくる。賢者の血が覚醒したか。俺に賢者の血。俺に賢者の血が。だから言ったでしょ。マザー。ハロルドには賢者の血が流れてるって。マーシャ、本当にそうだったな。本当にそうだったなんて。賢者の血は大切な人を守るときに覚醒する。テレーゼ。そしてマーシャ、愛によって増大する。愛、力が湧いてくる。マーシャ、それで俺のこと。マーシャ、私もだ。え、テレーゼ、お前、お前曲よ。この BGM では負けん、ごめんけど。区切りで勝ったわ、これ。ナーイス。 HP ミリ残ってる気もするけど、まあナイス。想像以上だ、勇者ハロルド賢者の血。お前が実の息子であればと思うほどだ。え？わしも新しい世界秩序を見たかったものだ。やっぱキラーは消さないと。そういう危ない人持ってるから。さらばだ。これでスライム化現象も止まる。本当にか？マーシャ、マーシャのおかげで僕はここまで強くなれた。一応と見当違いもいるって。あのさ、マーシャ。待って、マーシャ。その、よかったらなんだけど。マーシャ？マーシャ？返事がないが。あれ、マシャ？あ、生きてる。まだスライム化現象は止まらない。なんで？お前まさか。え？お前嘘だろ。国王黒マークの首の裏に黒いマークが。国王黒マーク。黒マークじゃねえじゃねえかよ。嘘だろ。ハロルドには伝えなきゃいけないこと。怖い怖い、今話したくない。距離を置かん。一回ついてきて。え、ま、ま、ようやく来たのね。フリーンがママ、マジ嫌なんだが。私はここから世界に呪いをかけた。よくやってくれたわ、マーシャ裏切り。裏切る。ここで？すべてが計画通り。テレーゼが私たちを裏切ることも、私がハロルドの大切な人になることも。絵描いてた全部筋書き通り。え、スピルバーグやん。言ってんな。ハロルド賢者の血、よくさまざまな試練を乗り越えここまでたどり着きました。あなたこそ私のパートナーにふさわしい。無理、ババアは。さあ、ハロルド賢者の血、願い下げ。待って待って、マーシャ。何の真似です？マーシャ裏切ろうとしてね。確かに私がしてきたことは賢者の血の覚醒に必要な大切な人になるためのものだった。でもね、ハロルド、
私がハロルドに言ってきた言葉は全部本当だった。 And I am And la 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 フリーンの元になんか行く必要ない。何を言ってるのマーシャーってなるやつやん。何を考えているのなるよねなるよねなるよね。このマーシャ裏切るわ。裏切ります。好きですか。あなたを裏切ります。裏で裏切りますか。ハロルド賢者ノッチ、こっちにいらっしゃい。やばい、操られる。やばい。見ろマーシャ、ハロルドの首の裏を。え、黒マーク。愛の刻印は口づけをした相手に与えることができるの。あれされてたの、あの出会った時のやつ。私はハロルドが旅に出る時にそっと口づけをした。あれさ、あ、投げキスじゃなかったんですか。この時のためにね。ねえ、目を覚ましてよハロルド。ごめんマーシャ、マーシャが一体何を必死になっているのかわからないよ。そりゃ喋れんよ。ねえ、目を覚ましてよハロルド。もう泣いてモテるよ。口づけすんじゃん、もう普通に。マーシャ、口づけしちゃいけんじゃん、それ。どうして泣いてるの、僕の胸で。あの夜を思い出さない？お互い泣いちゃった夜を。どうして僕まで涙がこぼれてくるんだろう。僕は今、マーシャを裏切ろうとしてた。裏切るを裏切ろうとしてたよ、ぶっちゃけ。消えた？愛の刻印が消えていく。お前が言う愛は、ただ人を操るための道具に過ぎない。そう。そんなのは愛なんかじゃない。新しい世界秩序の頂点となる私の意志におとなしく従っておけばよかったものを。あ、腕か。でかっ。うわ、強そう。なんか死の刻印受けたもん、次の攻撃即死する強すぎ。HP13 万、えぐ、死んでも出る。痛い。シャイ。戻ってこないのか。こいつが最後の一匹か。そうね。よし、とっとと片付けるか。え、最後の一匹引きいいんすか。最後の一匹ってそんな価値格じゃない。そんな3253、もうどんだけ育ってる。めっちゃ強いんかと思った。青は何なんだろうな。青魚。これで全部終わりだ。うわー、治んないんだ。お疲れ様。これでみんなもようやく新しい一歩が踏み出せる。行こうみんな。どうしねえ、この子の名前ハロルドノムースコはどうかな。ハロルドノムースコ、ドノムースコってそのあんま良くない気がするけど、もうだから結婚したってこと。不倫してます。僕はマーシャの子孫がいいと思うな。マーシャの子孫、あ、それいいと思いますよ。マーシャの子孫ですからね。まったく二人でイチャイチャして。頭脳明晰な私ならもっといい名前を考えつくんだがな。いいやん。それにしても関係性も続いてますか。最後のスライムが落としたアイテム、どこかで見覚えがあった気がするんだがな。え、黄色いペンダント持ってないそれ。ネックレス。What？ 多分私の気のせいだな。え、怖。あ、お父さんだったってこと？お父さんだったってこと？めっちゃストーリーちゃんとしてますやん。え？おお！見れた。ちゃんとあるやん。いや、これあるだい、だいぶ違うで、エンディングイラスト。え、見当違いの鎧。ごめんけど、血明騎士団じゃないそれ。え、血明騎士団じゃないその鎧。